吃了妈妈啦。累累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 累はじめまして。自己紹介お願いします。ゆうりです、よろしくお願いします。何歳ですか？今21歳です。21歳、はい、マジ何歳ですか？え、わかる？俺が23歳。あ、わかるんだ。いや、調べました、ネットで。いや、会う前に調べとこうって思って。あー、なるほどね、はい。ちなみになんで声、それはなんか作った？作ってない。いつもです。いつも？うん。本当ですか？本当ですよ。本当だよ。なんで？なんかちょっと13歳になんか見える。13歳、その声とか見た目とかさ。 あ、でもよく言われる。よく言われる。うん。でも今大学通ってる？今は通ってない。学院です。はい、その学部は文学部、うん。なるほどね。じゃあ今日はね、うん、僕たちインドネシアの店行きたいと思ったんですけど、はい、そのインドネシア行ったことありますか？あります。え、どこ？ジャカルタとバリ島2回行きました。両方で？うん、家族で。家族で、うん。じゃあインドネシア語わかる？スラムパギで、他はスラムマラン。合ってる。でもこれしかわかんない。ありがとうは？ありがとう。スラマン。テレマカシ。あ、テレマカシ。あ、知ってる。ということで、インドネシアのなんか料理とか何か食べたことある？でも結構前だから旅行行ったから あんまり覚えてない。食べる気ましょうか。レッツゴー。ちなみに辛い食べ物大丈夫？辛いの好き。好き？うん。マジ？うん、よく食べますね。はい、珍しいね。え、そうなんですか？珍しい日本人。日本人は普通辛いものをあまり好きじゃない。あ、でも昔は苦手だったけど、成長するにつれて好きになりました。なるほどね、はい。ちなみに着きました、それです。はい、2012年からだって。お、ほんとだ。ジンタジャワ。ジャワ知ってる？ジャワ？ジャワ知ってる？ジャワ、わかんない。島。島？あ、ジャワ？なんかサラバヤとかジャカルタはジャワの島。へえ。そう。じゃあ行きましょうか。はい、行きます。はい、皆さん、土曜日なのでめっちゃ混んでる。めっちゃ混んでる。出来出しの具がいいっす。雨バン。お雨ポール、きれい。はい、どうぞ。どうぞ。自由に。じゃあちょっと見ていきます。ナシゴレン知ってる？ナシゴレン。あ、知ってる。そう、食べたことある。あ、インドネシアで？いや、違う、タイ、うん。あ、でもナシゴレンはインドネシアからだよ。え、そうなの？そう、いや、そもそもそれはインドネシア語だから。え、ナシゴレン。そう、ナシはご飯で、ゴレンは炒める。うん、だからチャーハン。なるほど。トガラシとかさ、有名。インドネシアだったら、そう。これだけで食べるの？いや、違う。な、これつけて。何つけるの？これは。まあ、タルチキンとか。そう。なるほど。そのままやばい。めっちゃ辛くなる。焼き鳥もある。おいしそう。じゃあこれもね、一応しよう。これとかさ、テンペゴレンしてる、テンペ。テンペ？わかんない。なんか豆を揚げるし。こっちもあるよ、これ。これはめっちゃ美味しい。え、アボカドジュース。そう。え、飲んだことある？ないでしょ。ないでしょ。そう。え、これチョコがかかってるの？あ、チョコ。そう、チョコ。確か日本人はね、アボカドは野菜よね。野菜。そう、でもインドネシア人はアボカドは果物。そう、めっちゃ美味しい。これめっちゃ美味しい。俺めっちゃ好き。じゃあ注文しよう。おー。ちなみに TikTok いつから始まる？TikTok は、あ、でも2017、8ぐらい。一緒じゃん。俺も YouTube その時に始まる。すごいな、なんか公式マークだよね。え、公式マークで？これ、うまそう。
記事すごいやん。でも、まあ、そうだ。いやフォローは700万だっけ、うん、すごいな。え、でもそれは海外の人、うん、海外結構多い。まあね、いや、絶対海外だよね。なんか、俺の TikTok にもなんかよく出る、おすすめの、そう、そう、友達。英語とか話せる？ハロー。ハロー。どういうこと？英語は、ちょっとしか喋れない。ちょっとしか、なるほどね。日本語は？日本語はペラペラ。え、何カ国語喋れる？インドネシア語、日本語、うん、英語。英語ペラペラ？英語ペラペラ。すごい。日本語はどうやって覚えてる？日本語は、日本に来てから日本語学校1年間半ぐらい、うん、え、さあ、もともと喋るもともと全然ゼロゼロ、え、そう1年ぐらいでめっちゃ喋れる。1年間半ぐらい、すごい。でもさ、なんか大学に入ってから、うん、その日本人が喋る日本語めっちゃ難しい。え、何が違う？最初なんかその、やっぱりその NH とかさ、うん、デスナスとか使うじゃん。あ、丁寧語、丁寧な日本語を使うじゃん。でも、忘れの友達はみんな、くっつけじゃん。あー、やばいとかさ、ないよ。教科書にやばいとか、若者言葉とかさ、わかんないよ。確かに、それはじゃあ友達に教えてもらって話せるよ。あ、そう、ちなみに、必修なインドネシア語を教えます。あ、必修ね、これ必修、マンタプジーは。マンタプジーマンタプジーの意味は最高。最高。マンタプジーマンタプ。マンタプジーは。そう。マンタプジーは。ジーは。ジーは。そう。マンタプジーは。マンタプジーは。オッケー、オッケー、ナイス。これからのやつか。うん。マンタプジーは。そう。食べて美味しかったらマンタプジー。え、美味しい。美味しいはえな。そう、えな。えな。おもろい。えな、マンタプジーは。ナイス。はい、まずはね、飲み物来ました。来ました。レベルサブクリです。オッケー。アボカドジュース。アボカドジュース。そう。初だよね、人生。どうぞ。え？いい匂い。いただきます。どうぞ。怖っ。甘い。甘い。うん、そう。美味しい。なんかバナナみたい。バナナみたい。え、バナナじゃん。バナナじゃん。これ。アボカド。え、すごい。アボカド感全然ない。うん。え、美味しい。うん。美味しい。なんだっけ。えな。次これ。エスダーウェット。いただきます。どう？うまでしょ？うまあ、こっちの方が好きだ。あ、これ確かに日本人にとってめっちゃ甘い。そう、日本人はね、あまり甘さ強くない。だからなんかシロップみたいな。あ、そう。これ濃くった。はい、皆さん、来ました。来ました。そういえばね、インドネシアだったら、なんかみんな、なんか手で食べる。ああ。できる？どうだろう。したことある？あ、でも、昔、一回だけやったことあるけど、めっちゃ昔だから、あんま覚えてない。うちが一番気になる。え、でもね、これが食べやすそうだから。OK。じゃあ、食べようか。大丈夫です。これはね、ヤギのサテ。ヤギ。サテ食ったことある？ない。これはね、なんかピーナッツソース。ピーナッツソース。いただきます。どう？美味しい。うん。で、めっちゃピーナッツ。うん。めっちゃ落ちる。ピーナッツと何が入ってる？ピーナッツとこれ。これをケチャマネス。酒の甘い醤油。だから甘いのか。そう。うま。
の。いただきます。Hello. びっくりした。じゃあ次これね、テンペ。せんべい。テンペ。せんべい。匂いがする。いただきまーす。なにこれ。じゃあこれを味が暴れないからこれつける。辛いやつ。うん。いや美味しいやつ。うまっ。うん。あ辛っ。辛い。うん。辛い。あけど美味しい。うん。いや辛くないの。え辛いよ。じゃあ次ね。アヤム。これはアイアムゴレン。いただきます。うわー、うん、いこれもつける。これこんな感じ。やばすごっ。どこだっけ。これはねこれ ご飯と食べたら美味しい。あ、でもちょっと辛いな、これ辛くない。辛くない、これが辛い。え、こっちか。なんか辛い。うまい。熱っ。熱いね。うん。これ何？卵だよ。卵？そう、卵。え？いや、そっち買っていいよ。本当に卵？卵だよ。本当だ。でしょ。ありがとうございます。これは何と食べる？これご飯と。まあご飯。じゃあご飯と食べる。どうぞ。うん、なんか辛い。あ、辛い。あ、やばい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 。辛いよ。いただきます。あ、やば。あ、またですね。結構辛いですね。あ、やばいやばいやばい、めっちゃ辛い。でも辛いからこそ美味しいじゃない。まだ慣れない。じゃあ次はね、これ、うん、これはフォンダンといって世界一美味しい。なんか作るのに時間めっちゃかかる。うん。これは辛くない。辛くない。ご飯もなんかかかってる。そう、インドネシアはハーブとかさ、調味料めっちゃ使うから。これは野菜。豆腐。え、これ食べよう。うん。うわ、すごい。どうぞ。うん。めっちゃ好き。美味しい。なんかチキンみたいじゃない。うん。味が。これもめっちゃ好き。これインシャゴレレ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 レ。これ揚げてるの。うん、めっちゃ美味しい。手でご飯食べてるの。どうやって食べるの。小指の。あ、そう。で、
で、これ離して、で、これ、プッシュ。そう？うん、これ。そうそうそう。難しい。手が汚れる。これが思ったよりめっちゃ美味しかった。豚な。めっちゃ好き。なんか見た目がちょっと怖いんだけど、美味しい。インドネシアでもお魚はいっぱい食べられてる。うん、へえ。生はない。生は、なんか日本のレストランとか、刺身とかね。うんうんえ、ちなみに今、実家から一人暮らし？一人暮らし。実家どこ？実家は、鹿児島。鹿児島か？うん。知ってる？知ってる人だ。遠いだからめっちゃ。遠い。うん。なんか兄弟いる？兄弟。兄弟いる。お兄ちゃん。あ、お兄さん。うん。3歳さん。今、お兄さんどこ？お兄ちゃんは今、マレーシア。そう、海外で働いてて食べるのめっちゃ早い全然終わってない俺は、うん、好きだったらめっちゃ早い泊まるとその美味しさが泊まるじゃん、うん、だからそれが嫌いだからめっちゃ食べる、うん、めっちゃ早く食べるだから将来何したい海外に住みたいどこ、うんどことか決まってないけど旅行めっちゃ好きだから旅行そう、でなんかちっちゃい頃からいろんな海外行ってるからなんか海外に住みたいなって思っちゃうなるほどね、うん、アメリカも行ってるしヨーロッパの方も行ってるし東南アジアとかも結構行ってるへ、タイとかうんシンガポールとかマレーシアとかすごいな俺はマレーシア日本うん、韓国、うん、だけあそうなんだマレーシアはイベントあって、うん、韓国は高校の時に合唱団 の、あの大会で韓国行った、うん、すごそれだけ合唱してた合唱してたじゃあ歌うまいのどうかなえ YouTube で歌ってるいや歌ってない歌わないのあとそうだね恥ずかしいなんてとこMenanti toko, menanti, menanti toko, menanti toko. Sana pergi deh, kue dekat. Ah, sebut tu. So, macam mana susah tu? Main mana? Main ni cik. So, main ni cik. Kue ni, nak macam Indonesia nak kau tu, show kau style ni. Di Hong Kong tu. Hitomi cakap, mau ke sini kita.違う店か。なんかバレットしてる。してる。それどこにある？さあ違うですか？20ぐらいだよ。え？どこで知らんだ？どこで？あでも。紹介してもらった。いつ？11月ぐらい。あ、最近じゃん。うん。え？ 2、3回ぐらいご飯行った。じゃあ仲良いじゃん。うん。ひとみちゃんとは何回ぐらい会ってる？めっちゃ会ってる。めっちゃ会ってる。めっちゃ会ってる。頻繁に会ってる。うん。へえ。じゃあ今度3人で会おうぜ。会いたい。いいね、絶対おもろい。伊藤美はどういう人なの？説明お願いします。え、でもね、いつもね、おしゃれ。ああ、そう。おしゃれだし、顔めっちゃちっちゃい。うん。結構、おとなしい系なのかなって思ってたら、結構いっぱいしゃれ。うん、うん、そう。そうね。顔面白い。あれもびっくりした。ね、おとなしそうだよね。顔だけ見たら。そう。Oke guys, jadi kalau kalian setuju, aku collab sama Yuri sama Hitomi, komen ya guys. Jangan lupa like-nya banyak. Oke? Apa yang terkocok? Wanya. Itu siapa? Apa yang terkocok? Wanya. Coba ngomong. Jadi hari ini aku sama Yuri lagi makan makanan Indonesia di Jawa Kami Surya. Wanya Yuri, wanya Indonesia. わからん。わにゃわにゃわにゃってずっと言ってる。
全然わかんない。休みの日は何した？俺休みないよ。休みない休みの日とかはない。じゃあ好きなことは？撮影もめっちゃ好きよ、うん、あ、撮影？なんかめっちゃ楽しくない？楽しい。マジ？なんか料理とかしてる？昔はやってたけど最近はやってない。じゃあ買う？買う。弁当とか？うん、コンビニとかで。いつも作るの？買う？なんか時間ない。あー、まあそうだよね。動画が忙しくなるとさ、作る時間もったいなくなっちゃうから。はい、食べ終わりました。お疲れ様でした。美味しかったです。美味しかった。はい、美味しかったです。マンタプジワ。マンタプ？マンタプ？ジワ。なんだっけ？ジワ。ジワ。マンタプジワってなんだっけ？あ、最高。最高。最高か。あ、そう。マンタプジワ。はい、皆さん、それじゃ見てくれてありがとうございました。いいね、チャット登録、シェア、インスタフォローもお願いします。じゃあ、またねー。またね。またぷーまたぷちちー。わー忘れちゃうよこれ。またコラボしよう。しましょう。レッツゴー